はいどうも、北海道樽市在住大久保克也41歳、毎日いろいろ動画上げてますんで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今回皆さんにご紹介したい作品、こちらの作品になっております。ウォンテッドという映画で、2008年公開の作品で、アンジェリーナ・ジョリーやモーガン・フリーマンといった豪華キャストが出演しているような作品になっています。まあ、この作品ですね、続編がゲームでね、制作されたということで、行ってみたいと思います。主人公のウェスリーは、経理事務の毎日の仕事にうんざりもしているし、嫌味な女上司にいじめられて、彼女も同僚に寝取られているような全然うだつの上がらない青年です。そんなウェスリーの運命はアンジェリーナ・ジョリー演じるセクシーで謎めいたフォックスと出会うことにより一変することになります。ある夜、ウェスリーはスーパーで買い物中に謎の暗殺者に命を狙われ、フォックスに助けられることになります。フォックスは神に代わって運命の意志と呼ばれるものを実践してきた秘密の暗殺組織プラタニーのメンバーで、ウェスリーは組織のボスモーガン・フリーマン演じるスローンから自分を捨てたと思っていた父親が実は暗殺組織一番の殺し屋で、翌日メトロポリタンビルの屋上で殺されたという事実を知り、殺害された父の後を継ぐという選択をして、ウェスリーは自分の父親を殺害した裏切り者クロスへの復讐を誓います。ウェスリーはナイフの技術や銃の技術、その他諸々の術を特訓して吸収していって、ついには銃から発射された弾の軌道を変えるといったような様々な殺人技術を体得していき、さらに父親から受け継いだ能力も開花させることによってターゲットの暗殺に成功していきます。そしてついに父親を殺したクロスへの戦いに挑み、激しい戦いのクロスに打ち勝つことには成功するんですけど、クロスから実は本当の父親だということを伝えられます。そしてウェスリーはフラタニティと呼ばれる暗殺組織の中でうごめいている大きな陰謀に巻き込まれていき、本当の黒幕と戦っていくことになります。ということで、この映画は全然うだつの上がらなかった青年が実は超一流の殺し屋の息子で、その父親の仇を取るために修行をしていって、どんどんお話が進んでいくんですけど、その修行シーンなんかもものすごく面白いし、なんかね、ネズミ爆弾みたいなのも出てきたりだとか、あとはやっぱりこう暗殺技術を修行するから怪我とかバンバンするんだけども、お風呂に入ると治るみたいなね、こうものすごく体の治りが早くなるお風呂なんかもあったりとかしてね、なんか映画でよくやっていることってもう現実としての技術はあるみたいなね、都市伝説みたいな話もあるじゃないですか。って考えたら、あのお風呂はですね、病院施設にものすごくこう復旧させた方がね、今後の世の中のためにはなるんじゃないのかな、なんてこともね、楽しみながら見ていただき、まあちょっとおかしいか、楽しめるような映画にもなってますしね、本当にね、映画で続編があっても全然良かったなという映画にもなってるし、まああとはね、アンジェリーナ・ジョリーがただ単純にかっこいいなっていうのはね、いつも変わらずというところはありますね。ということで今回、ウォンテッドという映画のご紹介させていただきました。皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。